のは東京室に一人残る君が声をかけてくれるの期待して一人よがりの妄想で快適な幻想に溺れていた君も同じ気持ちなんだろうハッピーエンドの二次元アニメの雲を思い超展開のようにこの僕だって少しくらい主人公になってもいいのでしょう一方的な思い込みに乗って安心していたバカバカな僕に教えてよどうすればよかったの一度だけ君の姿を見たんだ髪を染めて少しだけ変わってしまっていた声をかけようとしたけど隣の男を見てふろうとした手を引っ込める